GTR 2012年モデル、トラックパッドエディションの、試乗にスタートします。スポーツランドス5本コースです。ドライバーは、こんにちは、ジャーナリスト渡辺俊二さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。しかし早いよ。早いですか。エアコン入れちゃおう。展開がね、はい、すごいやっぱ軽くなってる。軽いっていうのは具体的には、最初はそれは一体何なんだろうと思ってた、はい、左右セッティングっていうのはやっぱり11年型のモデルと乗り比べるとすごく、はい、特にこういう右コーナーでこっちが荷重かかってる時の、はい、アンダー感がドアと外に行っちゃうような感じっていうのが、はい、減って、はい、やっぱり左右のこうコーナーリングのフィーリングが、はい、すごいニュートラルになってますよね。それは主に何ですか、その ダンパーの動きとか、左右非対称セッティングとかそういうのは効いてるんですか。それはすごく効いてると思う。あと、もうローンチないんだね。あとここの剛性ガツッと上げたとか、はい、スタッドルの剛性を上げてる、そういうところが多分、まあ、結構効いてるんでしょうね。入りがすっごい綺麗になってる。あ、自然な回答、ね、スッとニュートラルに入って、ニュートラルに左と右の旋回差が、はい、なんかやっぱりね、はい、確かに言われてみれば気がつくっていう感じなんですけれども、はい、11年モデルに乗ると、はい、確かに旋回差あるわって感じがするんですけど、それがね、はい、なんかこの子はちゃんと綺麗に撮れてるんですよね。非対称セッティングの賜物として、その左右の旋回差が逆に綺麗に撮れてる。そうだと思います。エンジンのパワーとかその辺はどうですか。パワー自体は、はい、パワーそのものは正直もう分かんねえやって感じなんですけど、530-550になったところで、はい、だけどフィーリングは上までスカッと回るようになった感じがしますよね。この右のターン、あ、これは左だったと思いますか。さっきの右のターンインの時とか、やっぱりね、ちょっと表に持ってかれる感じがあるんですよ。1-0、1-1とか、うん、これまでの今は、はい、それがすごく入るとか、シフトチェンジ戦でもバンバンいっちゃうもんな。上のね、4000-5000の中間から上の回転域のピックアップが良くなってるっていう説明ありましたね。だからパワーがやっぱ垂れなくなった感じしますよね。すごいリーダーとかね。まあ簡単に言えばやっぱ全体的に車がすごいスッキリした感じがします。基準車、12年モデルで基準車とこれトラックパッドエディションですけど、その違いはどうですか。基準車とトラックパッドエディションとの違いっていうのは、ノーマルの、12年モデル、さっき乗ったやつとはどうですか。あー、こっちの方がね、足が綺麗についてる感じがしますよね。うん、やっぱりあと姿勢の変化が少ない、はい、フラットに走ってる感じします。速G もすごいですね。息詰まる。なんかもう訳が分かんない感じだよね。左右 G もすごい強烈ですね。こう全くびくともしないですね。スタビリティ強烈な G です。もうね、なんか縦 G と横 G が本当変わんないんですよ。変わんないですね。どうなっちゃってんだろうって感じも。息も強烈で、タイヤのグリップもすごそうですね。これタイヤはもうなんか、はあ、個人になって押し付けてるもんね。なんか
けで吐きそうでしょ、吐きそうになってきた多分世の中の四輪車の中で味わえる一番強烈な G ではあるな。逃げ場が G がない、 G の逃げ場がないからね、この車は。やっぱりすごい車が綺麗に動くようになったんで、はいはい、綺麗とかあとしなやかさとか、はい、なんていうの、車体の動きにこう、うん、動きがあって伸びがあってみたいな、はい、そういう感情なんかすごい。